こんにちは、快適アートです。今回は2022年入って初めての動画投稿です。また今年1年絵の世界を楽しめる動画をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回の動画はマニアックすぎるアナログ画材紹介ということで、実践的な基本の道具が知りたい方というよりかは、なんとなく面白い画材を見たい方向けになっています。この動画では2021年さらに増えた画材たち、気に入っている変わった画材、去年1年通して質問が多かった画材について詳しく紹介をしていこうと思います。私が持っている画材の全体的な内容が知りたい方は、去年の春頃アップした私が持っている画材のほぼ全てを紹介した絵描きの画材水彩多めの方もご視聴ください。その動画には YouTube の字幕機能で英語字幕を追加しておいたので、海外の方はそれもご活用ください。それでは早速画材紹介していきます。まずは珍しい水彩絵の具たちを紹介します。1つ目、2021年はキラキラ水彩イラストシリーズでお世話になりました、ファインテックの固形水彩絵の具です。こちらはファインテックプレミアムフィリップフロップ6色セットということで、角度を変えると色味が変化する絵の具のセットです。お値段がちょっと高めで、1色約定価が1200円ほどするんですが、本当に色味が面白くて気に入っています。こんな感じで使いました。ちなみにこのセットはパレットが付いているんですが、単色でも購入できるので、こうやってセットして使うこともできます。そしてもう一つはイリデッセントカラーズのセットです。これ開けてみると全部白と思わせて、こちらも角度を変えると色が見えてくる絵の具です。最近だと竜の鱗の部分にこの絵の具を塗ったんですが、こんな感じで傾けると色が見えます。ファインテックの絵の具は偏光顔料の色味がかなり変化が分かりやすいので、ミステリアスな感じとか幻想的な感じの絵を描きたい人には特におすすめです。水彩系2つ目の紹介は草壁のシャインパールシリーズです。丸いケースが可愛い絵の具です。偏光色のシリーズでは傾けると色味に変化が出る系の絵の具ですが、やばいのはこっちの白い方です。これはシャインパールの蓄光絵の具です。今のところ蓄光グリーンと蓄光ブルーは動画で使いましたが、こんな感じになりました。実際の絵は塗り重ねてちょっとプクッとしているところもあって、そういうところは若干下の色が濁っちゃうのが難点なんですが、光った時のインパクトは抜群だと思います。薄明かりがついた状態でもかなり光って見えたのが驚きでした。実はピンク系も買ってあって、これは今年使っていきたいと思っていますので、お楽しみに。マニアック水彩紹介、次は顔彩です。顔彩は固形水彩絵の具と同じように使える日本画用の絵の具です。アラビアゴムの他に少しニカワが入っているのが特徴で、色は白っぽいものもあって日本の伝統的な色合いです。鮮やかな色と渋めの色がどっちも入っている24色セットさえあれば、大体の色が出せるのではないかなと個人的には思っています。これは吉祥の顔彩なんですが、画材屋さんでは単色でも購入できますので、日本の色で絵を描きたい人には顔彩はおすすめです。キラキラ系の顔彩は呉竹の顔彩を集めています。中身はこんな感じです。スターリーカラーズは一番使っていると思います。パールカラーセットは最近息子くんが塗ってくれたこれが結構綺麗なので参考にします。本人曰く全色を使って虹を描いたと言ってたんですが、こんな感じでいろんな色を組み合わせるとなんか可愛い絵の具だなと思いました。にじみのところにちょっと渋い色も出てかっこいいなと思ってこれ置いてあります。あともう一つ、2021年最後に衝動買いした顔彩がこちら、日本絵の具や5分ネイルなどを作っているウェバエソーというメーカーの顔彩です。全色セット木箱入りっていうのが気になりすぎて、去年の誕生日あたりに買ったんですが、まだもったいなくて使えていないので今年は使っていきたいと思っています。箱が可愛いし同系色でまとまっていてテンションが上がりますね。紫系だけでもこんなにあります。溶かしてみないとちょっと黒っぽく見えている色もありますので、今回はちょっと開封しただけになってるんですが、また詳しい動画も上げると思いますのでお楽しみに。そして最後、これはもはや水彩ではないんですが、使い方としては一緒なので紹介します。呉竹の彩墨神美という商品です。これは固形の墨で絵を描く時の使い方はほとんど水彩と同じ感覚です。擦って使うので手間がかかるんですが、色合いがとにかく美しかったです。
レビュー等へのメイキング動画では試し塗りや気に入った色の紹介などもしていますので、詳しくはそちらも見てみてください。固形の墨は顔料とニカワで構成されていて、すって作った細かい粒子の顔料は水彩絵の具よりもすごく定着しやすいので、紙にのせた最初の絵の具はほぼ耐水となります。たっぷりと濃い絵の具を重ねたところをこすったりすると多少取れることはあるんですが、それでも透明水彩よりかは取れにくいので重ね塗りがしやすい絵の具になります。彩墨用に陶器のすずりも買いました。墨雲堂のこういう白いすずりです。結構ザラザラしているんですが、洗うときは思ったより汚れが取れやすいので使いやすかったです。次はちょっと変わったアクリルガシを紹介していきます。まずはこれ、ターナーアクリルガシのジャパネスクカラーです。こちらは日本の伝統色をテーマにしていて、絵の具に質感を持たせるためにセルロースの粉が入っています。塗ってみるとザラザラしたテクスチャーがつくので面白い絵の具です。さらにスポンジや海綿を使ってテクスチャーをもっと強くすると、こんな感じの厚塗りの日本画の表面のような凹凸感になるのも面白かったです。アクリルガシはターナーさんがサンプルを提供してくださっていて、ラメ系とパール系が気になっていますと伝えたら、なんとほぼ全色送ってくれました。さすがに全てを動画内で紹介することができなかったんですが、絵に合わせてちょっとずついろいろ使ってみた結果、特に気に入ったものが何点かあるので紹介していきます。まずは王道なんですがホワイトですね。これは本当に万能なので昔からよく使っています。あとメタリック系で気に入ったのはアンティークブロンズとアンティークゴールドです。結構暗めなメタリックなんですが、落ち着いた雰囲気でかっこいい色です。ラメ系はラメクリアダイヤモンドとラメクリアオパールが気に入っています。ダイヤモンドの方がやや青系が多めの多色の大粒ラメで、オパールの方がもうちょっと黄色っぽい感じがするカラフルなラメになっています。たっぷり塗ると目立って可愛くなるので、絵のアクセントに使うのがおすすめです。アクリルガッシュ紹介、最後は非売品のこちらです。ちょっとマニアックすぎますね。ターナーさんがイベントで作成したインミンブルーという珍しい顔料を使った青いアクリルガッシュです。ちなみに試し塗りしたのがこれ、めっちゃ綺麗でこれすごい気に入ってます。個人的にはグラデーションの中間くらいから赤みを帯びた鮮やかな発色に感じるのがとても綺麗だと思いました。名前がパーフェクトブルーなんですが、本当に綺麗な青で素敵です。今のところ市販が難しいということで、非売品なんですが、インミンブルーについては今後何か商品になるものがあったら嬉しいなと思って期待しています。次はアクリル絵の具の画材紹介です。2021年は春くらいからこちらのターナー U35 というアクリル絵の具を使用しています。色がなんとなく上品で使いやすいものが多くて自分に合っていたので、アクリル絵の具はこれを集めていこうと思っています。普通色の他にイリデッセントゴールド、イリデッセントブロンズ、イリデッセントパールなどもあります。ブロンズはこんな感じでフィギュアの塗装にも使ってみましたが、高級感があって綺麗でした。イリデッセントパールは動画では出していないんですが、没作品に結構大量に使いました。後でお見せします。最近発売した絵の具なんですが、メディウムも結構いろいろ出ています。グレージングメディウム、ペーパーペースト、ソフトジェルメディウム、マットメディウム、ガラスメディウムなどいろいろ使ってみたんですが、どれも質感が良くて面白いです。ソフトジェルメディウムは滑らかな透明感がある塗りをしたり、あとかなり接着力が強いので、こんな感じでコラージュやあと白貼りもしてみました。ペーパーペーストは紙の繊維でザラザラした質感を出せます。これは没作品なんですが、ガラスビーズメディウムをいっぱい使っています。こんな感じでつぶつぶしてます。これは上からちょっとパールをかけちゃってるんですが、メディウム自体はクリアで無色です。この作品のマチエルにはイリデッセントパールを多く使っています。角度を変えるとかなり光る感じで、かっこいい感じになりそうだったんですが、もうちょっとポップに描きたいかなと思って、これは完成せずにボツになったので動画に出てない作品です。アクリル絵の具はメディウムと組み合わせるとかなり自由度が高いので、絵だけではなく立体物とかにも使えると思います。2月くらいにまた面白いものを作る予定ですので、その時はこれらをまた使おうと思っています。こちらはキラキラ水彩イラストのシリーズの動画で仕上げにいつも使っているホルベインのアクリリックイリデッセンスです。こちらは10色セットで、6色がクロマシャインというメタリックな感じ、
あと4色がクロマパールっていう細かいキラキラしたラメが入っているような色味です。単色でも追加して買っておきました。私はクロマパールイエローとブルーが特に気に入っています。これは値札が300円に見えて、適当に買ったら1個3000円だった顔料です。どうやって使うのかちょっとわかんないんですが、もうレジで気づいてってなって飛び上がりそうになったくらい高かった。3つ買っちゃってるんでびっくりしました。なんかちょっとアホだったなと思ったんですけど、まあ運命かもしれないので、今後何かに使うかもしれません。最近アクリル画用にいろんな形の変形キャンバスを買ってきました。こんなに形がいろいろあると何を描くかワクワクしますよね。ちょっと買いすぎたかもしれないです。でもまあ今後いっぱいアクリル画も描きたいなと思っているので使っていきたいと思っています。次はペン筆類の紹介です。質問が多いものから紹介していきます。まずこれ、水筆とかウォーターブラシとかいう名前で売られている商品です。ナイロン製の筆で持ち手がタンクになっているので、ここに水を入れて使います。筆を濡らしたいときは持ち手の部分のこのプッシュって書いてあるところをギュッと押すと水が出てきます。いろんなメーカーから出ていますが、一番店舗で見かけるのはステッドラかなと思います。これはまだ使ってないんですが、トンボの水筆はデザインが可愛いなと思って買いました。長さはステッドラと同じくらいです。ちょっと今使っているものはキャップを紛失してしまっているんですが、基本的に全部キャップは付属しています。もう一つ買ってあるのはクレタケの水筆です。私が初めて買った水筆はこのクレタケの水筆だったんですが、毛先のまとまりが良くてすごい気に入ってたので最近また買い足しました。ちょっと注意したいのは他のものよりも長いということです。水が多く入って便利なんですが、小さい絵の具ボックスとかには入らないので収納は確認しといた方がいいと思います。外で植物のスケッチをするときなんかはパレットボックスにこの水筆を入れていきます。で、洗うときはこうプッシュして水を出しながらティッシュで綺麗にできるので、筆線を持っていく必要がないので気に入ってます。もう一つ質問が多いのは白ボールペンです。おすすめはシグマの白ボールペン。これ最近2種類あることに気づいたんですが、私が好きなのはこっちの太字って書いてある方です。白さがやや強い気がしますが、太字なので細い線は難しいです。ハイライトとかで真っ白にしたいときはこの太字の方がおすすめです。で、こっちの丸っぽい蓋の方も普通に白くはなるんですが、やや弱めなので真っ白にしたいときは何回か重ねるようにしています。線画を描いている筆はナムラの面相筆ショーです。細い線はしなりのある穂先の長い筆が描きやすいです。最近見つけた線画に使いやすい筆で、これもおすすめです。これの方がやや毛質が柔らかいのでカーブの線が描きやすい気がします。オリオンのアクリルデネブという紙を使った水彩塗り絵グッズも今後発売する予定なんですが、そちらの原画を描く際に使っているのはこの筆を使っています。こういうカーブの線とかが非常に綺麗に描けるのでいいなと思って使いました。あと面白かった筆はこちら、紙筆ということで名前がなんかもう面白いんですが、これはフィギュアのまつげとか細かいところを描く筆らしいです。一応3種類持っていて、それぞれ用途が違って、極面相 S はまつげとかに、面相 S が目の点とかに、 M サイズが眉毛などにということになっています。すごく区分が細かいんですが、私は一番びっくりしたのはこの極面相 S っていうサイズです。キャップ付きの筆なんですが、開けてみるとこんな感じです。ちょっとびっくりですよね。正直最初見た時、毛が抜けた不良品が届いたと思っちゃいました。いつも使っている線画用の筆と比べるとこんな感じ。もうなんか本当に毛が 1,2 本しか入ってないというか、毛自体がすごい細いことがわかります。で、0.5 ミリのシャーペンと比べるとこんな感じです。圧倒的に細いですよね。黒いアクリル絵の具でちょっとまつげっぽい感じで描いてみたいと思います。ちょっと水加減とかが難しいんですが、すごい滴って描きやすいです。このしなりのコントロールとか、あとは絵の具のつける量が慣れるまでちょっと難しいんですが、はまったらまつげとかはすごく気持ちよく描けるので、そういうまつげとか眉毛とか細かく描きたい人にはおすすめだと思います。
最後は2021年から使い始めた紙の紹介です。オリオンのアクリルデニム水彩紙です。商品名にアクリルと入ってるだけあって、アクリル絵の具でがっつり水彩表現も楽しめる丈夫な紙になっています。私のお気に入りポイントとしてはこの白さですね。水彩紙って結構気に入ったものが私の場合黄色っぽいことが多くて、青が鈍くなりやすかったので青い絵を避けがちだったんですが、この紙はどんな色でもワントーン明るく見えてくれるのですごい気に入っています。あとはホワイトが浮きにくいので背景が真っ白でキャラだけの絵とかも結構描きやすいと思います。以前告知していましたが、オリオンさんにご協力いただいてこの紙を使った水彩塗り絵グッズを今作っています。詳しくは以前出した動画を概要欄に貼っておくので見てみてください。ちょうど撮影中にいいものが届いたので唐突に開封動画を撮っていきたいと思います。この私が大好きな鴨居加工士さんのマスキングテープでも2つその柄を持っているんですが、ウィリアム・モリスのポストカードセットが届きました。ウィリアム・モリスはカーテンとか壁紙なんかの内装、あとはテキスタイルのデザイナーです。私は画集とか資料本とかほとんど買わないんですが、こういう感じの雑貨はなんか色とか形とかのイメージの参考になりそうかなと思って買っちゃうことがあります。これはイギリスの美術館が売ってるものだったと思うんですが、 Amazon で2000円くらいで購入しました。100枚入りでなんと全部絵柄が違って、思った以上にしっかりした化粧箱も最高に可愛いです。他にはこういう手帳とかも好きで買います。資料本のおすすめではないんですが可愛いので紹介してみました。ということでマニアックすぎるアナログ画材の紹介パート1でした。次回はさらにマニアックなアナログ画材パート2ということで、ガラスペンとインク、それから日本画材の不思議な世界をお送りする予定です。その動画の後半ではこのチャンネル初となるデスクツアーということで、私がいつも描いている机周辺の紹介もしようと思っています。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。